ジャズギタリストのジョーセンです。今回の動画はですね、ギターの指板を、広く見るためのアイデアですねをレクチャーしたいと思います。はい、今回、使用するスケールっていうのは、これよくね、ジャズギターでよく使うキー F のメジャースケール、これを使用したいと思います。で、早速ですけども、このギターの指板を、広く、覚えるためのアイデアとして、僕が推奨したいのは度数を使うっていうことになりますね。で、この度数を利用して、度数を利用した、エクササイズみたいなものになるんですけども、やってみたいと思います。で、そもそもその度数というのは何ぞやというと、F メジャーセブンスでいうと、この F の音がその度数1度の音になります。で、次が2度、3度、4度、5度、6、7、8で、1オクターブになるんですけども、これが一応こう、ドレミファソラシドの番号だと思ってくれれば良いかと思います。それで、これをですね、じゃあどういうふうに引用するのかというと、ちょっと高い方でやりますけど、この1度の音から見て3度、この場合ファとラの音なんですけど、これを仮にこう一緒に弾くという、で、これも1度と3度なので、このね、ハーモニーコードにある程度なっていると。で、このままの感じでこの横のこう平行移動っていうのが今回一つ、目的、指板を広く見るための目的の一つになります。この平行移動ですね。で、これ本来であればなんとなく感覚としてね、この同じ形でこう行きたくなるわけです、人間。だけどあくまでも F メジャースケール、 F メジャースケールで考えているので、これをねこう弾いてしまうと、この B の音っていうのが、F のメジャースケールの中には入っていないので、NG になってしまう。なので、このここは今1度と3度の関係、1度と3度の関係なんですけど、この場合っていうのは単3度という感じになりますね。で、このまままた同じようになって、これあくまでも F メジャースケールの中での全部音になります。ラとドの音ですね。で、次も B フラットといっただけなんですけども、上がっていくのが慣れたらば、今度は下がっていく、ね、どうですか。これだけでも結構もう指板をここからもうここまでこう、弦を5弦と4弦ね、割と広く使える。必ず広くこう視野を広く見ないと、弾けないわけですよ。で、これをね、日常的なエクササイズに取り入れるだけでもかなり指板もしっかり見れるようになりますし、僕はですね、このハモリをする時っていうのは基本的には1度と3度っていうのはすごく活躍するので、この F メジャーセブンス、この F のスケール、 F のスケールですね、 F のメジャースケールの中でハモリの感覚っていうのもこの練習でやってかなり養われてくると思います。耳の中に必ずこれは溶け込んでね、自分の脳で覚えてくると思うので、これを利用するとかなりこうハーモナイズのも、広がってくるかと思います。で、これ今ね5弦と4弦でやったんですけど、で、これに下の段、下の弦ですね、4弦と3弦を混ぜていっても結構です。しっかり
ては、幅が広がるかと思いますね。はい、いかがだったですかね。でこれを利用することによって、かなりですねその度数の関係っていうのもちょっとずつ意識するかと思います。今回は1度と単3度を使って、弾いてみたんですけども、別にこれを4度にしてみたりすることによって4度なんていうのはかなりモーダンな感じになっていくわけですね。この度数を使ってこう平行移動でメジャースケールを移動させるっていうのはかなりおすすめですので、ぜひ皆さんちょっとやってみてください。ジャズギタリストの上泉でございました。ではまた。